世界中の人から愛される愛子様の素晴らしい才能。皆さんは愛子様の文学の才能が世界中から称賛されているということをご存知でしょうか。2024年1月19日に開催された歌会始めの儀では、愛子様の卒業論文のテーマでもある平安時代の和歌が千年の時を経て現代にまで受け継がれていることへの感銘を歌にされているのです。今回は世界中から称賛されている愛子様の文学の才能と歌会始めの儀で読まれた歌についてご紹介します。2001年12月1日、愛子様は成人親王、当時と雅子様の第一子長女としてご誕生されました。そして愛情をたっぷりと受け、すくすくとご成長されたのです。愛子様が親しまれてきた数多くの絵本からは、成人親王と雅子様が愛子様を育てるにあたっての思いや育児方針が伺えます。2004年9月には宮内庁が一本のビデオ映像を公開しました。そのビデオ映像は父親であり当時皇太子だった成人親王が東宮御所内で自ら愛子様を撮影されたものです。その中には2歳8ヶ月の愛子様がうずらちゃんのかくれんぼという絵本の中身をカメラに向けながら、撮影者である成人親王に読み聞かせているように、もういいかい、まあだだよ、どこに隠れたのかなぁとおっしゃっていました。この時の絵本は逆さまだったのですが、おそらく全文が頭の中に入っていたのでしょう。続いてパパもという愛子様の呼びかけに、成人親王ははい、ふふふと笑いながら答えます。続けておーい森蔵、声を聞かせてくれよとおっしゃりました。そして少しのやりとりの後、愛子様はおしまいと元気よく絵本を閉じ、カメラに向けて満足げな笑顔を見せられていました。こうしたやりとりを見ていると、何気ない日常の一コマが微笑ましいだけでなく、愛子様の利発さが伝わってきますね。このように愛子様の成長の節目に公開されてきた映像や写真の中で、ご自身が手に取っていたり映り込んでいたりする絵本はワイドナショーなどで繰り返し紹介され、その度に人気に火がついていきました。愛子様の1歳の誕生日に公開された写真には、いないいないばあ遊びやグリとグラのあいうえおみんなでねなどが写っています。また2歳の誕生日には、当時皇太子妃であった雅子様が後ろにいるのはだーれを手に取り読み聞かせしている映像が公開されました。そして愛子様は真剣な表情で絵本のページを目で追っていたのです。またエリック・カールの腹ペコ青虫の劇を鑑賞された成人親王が、うちの子もこの絵本が大好きなんですよとおっしゃったこともありました。この頃の成人親王と雅子様は、愛子様との会話のやりとりが自然と生まれるような絵本を選ばれることが多かったようです。愛子様の物心がつく前から絵本を通じて積極的に親子のコミュニケーションを取られてきました。赤ちゃんの情緒が安定すると言われている両親の声掛けは、まだ言葉が発せない時期に行うと一方通行になりがちで、意外と難しいと感じる人も多いでしょう。しかし親子のコミュニケーションにおいて絵本や歌は良いツールとなるため、成人親王と雅子様も多くの絵本を購入し、愛子様の情操教育に利用されていたようです。成人親王と雅子様が用意した愛あふれる環境において、愛子様も安心してご成長されたことでしょう。この当時からすでに利発さや文学への関心をお持ちになっていることが感じ取れます。思わず感嘆してしまいますね。そして愛子様の母雅子様も幼少期の頃、お母様である小和田由美子さんから読み聞かせをしていただき育てられてきたそうです。外交官の父を持つ小和田家は海外生活が長く、由美子さんが日本から取り寄せた絵本や童話を寝る前に子供たちに読み聞かせするのが習慣だったといいます。その中でも雅子様がとりわけ好きだったのがフランダースの犬だったそうです。何度も繰り返し読んでもらっていましたが、必ずクライマックスでは涙ぐんでいたという心優しいエピソードも残っています。
また、日本から遠く離れた異国の地で、日本語や日本文化を忘れないでほしいという、由美子さんの気持ちも伝わってきますね。一方、愛子様の父である、成人親王も、幼少期時代に、母である美智子様に読み聞かせをされていました。育児の中で、美智子様が、とりわけ力を入れられていたのが、読み聞かせだったといいます。特に日本の古典や、英語の詩の朗読をされていたそうです。そして、一つ一つの言葉の意味を理解させるというよりも、リズムや言葉の美しさを感じ取ってほしい、と願っていたといいます。このように、絵本の読み聞かせは、親から子へ、そして孫へと愛情と共に受け継がれていくものなのかもしれませんね。愛子様が、学習院初等科に在学中、母の日に向け、カーネーションという詩集を作られ、その詩集の中に、愛子様自作の詩、お母様が掲載されました。8歳の愛子様が、母である雅子様を思い作られた詩を紹介します。生まれた時、私を抱きしめてくれたお母様へ、私は8歳になりました。16歳まで、半分になりました。生まれた時のことは覚えていないけれど、お母様とお父様に出会うまで、おじい様、おばあ様、ひいおじい様、ひいおばあ様、誰か一人でもいなければ、私は生まれませんでした。そう考えると、命をつなげてくれたすべての人に、感謝を伝えたくなったのです。これから大人になっていくまで、雨の日も、雪の日も、曇りの日もあるでしょう。でもきっと、お母様といつも一緒です。いつだったかままではなく、お母様と呼ぶようになりました。ふと見ると、お母様は少し寂しそうでした。たくさん泣いて、文句を言って、お母様を困らせたことや、ごめんなさいが素直に言えないこともありました。だけど、いつもそばにいてくれたお母様、怒った顔も、笑っている顔も、泣いている顔も、どんな顔も大好きだから、私はお母様が、私のお母様でよかったと思います。だから見えない旅路も、いつもそのままのお母様を見守りたいと思います。だけど、いつかきっと離れていく日が来るでしょう。だからお母様、産んでくれてありがとう。出会ってくれてありがとう。育ててくれてありがとう。そして、愛をくれてありがとう。私は、お母様とお父様の子供に生まれ、世界で一番幸せです。年の宮愛子。以上が、8歳の愛子様が、雅子様を思い、書かれた文章です。まるで、お手本のような素敵な文章ですね。お母様への率直な愛情表現や、感謝の気持ちだけでなく、脈々と続いてきた命のつながりや、やがてやってくる別離にも、思いを馳せることができる想像力は、とても8歳のものとは思えません。また、小学生には難しいと思われる漢字や言葉の選択にも、愛子様の読書量の多さが伺えます。日常的にご両親である、成人親王と、雅子様と交わされる、豊富な会話と、正しい言葉遣いなども影響しているのではないでしょうか。そして、何より、お母様とお父様の子供に生まれ、世界で一番幸せです。と言われた、成人親王と雅子様は、とても嬉しかったことと思います。こういう時こそ、子育てしている親が報われる瞬間ですね。ご両親の愛情が愛子様の教育の根本となっていることがよくわかります。そして2013年、愛子様は学習院初等科で学年トップクラスの成績だと伝えられました。愛子様の通知表は常にオール5であり、漢字テストは毎回満点だったとのことです。また学業だけでなく、幼少の頃からたしなんでいた書道は素晴らしい腕前であり、宮内庁職員文化祭などでも作品を披露されてきました。また、皇室もお得意であり、初等科の頃にはすでに、先生の字と見間違うほどの綺麗な字を書かれています。そして、それ以上に優れていらっしゃるのが英語であり、成人親王より発音がいいのでは、という話が出たほどでした。このように、才女の代表のような愛子様は、どのように学ばれてきたのでしょうか。国語については、知らない言葉や漢字を見つけると、すぐに辞書を開き、テストで間違った漢字については、100回書いて、絶対に間違わないようにされていたそうです。また、ハーバード大学に留学経験があり、外交官としてご活躍されていた雅子様と1日に、1、2時間、英語で会話する機会を設け、知らない単語が出てくると、その単語は知りません。
と英語で雅子様におっしゃっていたのだとか、さらには毎年英語のサマースクールに通い、英語のスキルを磨かれてきました。一方、成人親王からは日本史と世界史を寸劇のように教えてもらいながら学んでこられてきたそうです。こうしてみると、愛子様のマルチな知識と学力は、もちろん愛子様の努力の結果でもありますが、成人親王と雅子様の温かい教育の賜物であるとも言えますね。公務でご多忙であるはずのお二人ですが、子育てにおいても決して力を抜くことはせず、愛子様のそばで勉強面、精神面においても支えられてきたことがわかります。また、雅子様の体調が万全ではない時期もあり、十分に育児ができない時もあったことでしょう。しかし、愛子様が学校に登校するのが困難な時期には、雅子様が毎日付き添い、家族で支え合いながら、困難な時期を乗り越えてこられたのです。そして、博学だけでなく、多様な経験を持つご両親が、それぞれの得意な分野を教え、導き、それを子供が自然に受け継ぐという、まさに理想的な親子関係でもあります。そして愛子様が15歳になられた時、学習院女子中等科の卒業記念文集で、世界の平和を願ってという作文を書かれました。この作文は愛子様が原爆ドームを訪れた際に衝撃を受けたご様子や、平和とは何か、世界平和を実現するためにはどうするべきかという問いかけ、そして自分自身がどうしていくべきかという構成になっている作文です。長文のため全てをご紹介することはできませんが、一部抜粋して紹介します。日常生活の一つ一つ、他の人からの親切一つ一つに感謝し、他の日を思いやることから平和が生まれていくのではないだろうか。唯一の被爆国に生まれた私たち日本人は、自分の目で見て感じたことを世界に広く発信していく必要があると私は思う。平和は人任せにするのではなく、一人一人の思いや責任ある行動で築き上げていくものだから、我々日本人は広島の原爆ドームを訪れると愛子様同様に強いショックを受けます。また日本人だけでなく世界中の人もショックを受けているかもしれません。そしてその衝撃を言葉にするのは簡単なことではないと思います。しかし愛子様の文章は、平和への強い思いが正しい言葉でまっすぐに、そして丁寧に表現されているのです。愛子様の感受性の鋭さや文章構成力の高さ、正確な言葉選びなどが非常に優れていることがわかります。こうした素養は一朝一夕に身につくものではなく、長い時間をかけ地道に養っていくものでしょう。この頃から才女と言われるような愛子様の素晴らしい文章力をはっきりと確認でき、もっと多くの文章を読んでみたいと思わせるような作文ですね。そして学習院高等科を卒業された愛子様は、学習院大学文学部日本語日本文学科で4年間学ばれました。天皇陛下も同じ文学部を卒業されていますが、専攻は史学科であり、卒業後は学習院大学大学院人文科学研究科博士前期課程に進学されています。高校時代に天皇陛下は帝王学の一環として古事記や日本書紀といった皇室史に関わる日本神話、万葉集や平家物語などの日本の古典文学なども学ばれていました。このことから愛子様の大学での専攻はお父様の影響を強く受けていることが伺えます。一方、愛子様が古典文学に興味を持たれた背景には雅子様の影響もあったそうです。実は先述にご紹介した雅子様の母小和田由美子さんは、海外に出た時に日本のことを知らないと真の日本人とは言えないのではないか、ただ英語ができるということだけで海外に行ったとしても日本の根本的な素養を身につけていないとねな仕草になってしまう。歴史や文化、礼儀作法などを学び、日本人としての矜持を胸に秘めて海外に出てこそ国際人になることができるといった考えをお持ちだったそうです。海外に出るためにはまず語学の勉強からと誰しもが考えると思いますが、真の国際人になるためには母国を知ることこそ重要なことなのでしょう。その教えは由美子さんから雅子様へ、そして雅子様から愛子様へと受け継がれています。
そのような経緯を知ると、愛子さまが日本語や日本文化を専攻されたことも、とても自然なことのように感じますね。学習院女子高等学校時代、愛子さまは平安時代に見る猫や犬、人の関わりというレポートを書かれるほど、日本史の中でも特に平安時代に興味を持っていらっしゃったのだとか、しかも動物を愛され、動物愛護にもご関心が高い愛子さまは、平安時代と動物を結びつけ、論文のテーマにされるというオリジナリティあふれる切り口で論文を書かれています。タイトルやテーマを聞いただけでも思わず読みたくなりますね。愛子さまは和歌も得意であり、2022年には初めて歌会始めの儀に和歌を寄せており、英国の学び者に立つ時迎え、開かれ染むる世界の窓へと読まれました。これは高等科2年生の夏に参加されたサマースクールで、イギリスへ行った時に今まさに世界への窓が開かれようとしているという、心の高まりを詠んだ歌だと言います。この和歌を聞いた宮内庁関係者は驚いたそうです。というのも、愛子様ほどの文才をお持ちの方であれば、テクニックに凝った歌になるのでは、といった期待もあったそうなのですが、愛子様はあえてテクニックに凝ることはせず、素直なお気持ちを表現されており、宮内庁関係者は驚いたと言います。愛子様の飾らない性格が和歌にも現れていたのですね。また愛子様は翌年の2023年にも歌会始めの儀に和歌を披露しています。この歌会始めの儀では、もみじ葉の散りしく道を歩みきて浮かぶ横顔、友との家路と読まれていました。コロナ禍ということもあり、愛子様はほとんどの講義をオンラインで受けられてきたそうです。そんな中で友達と一緒に歩いた帰り道に思いを馳せ、読まれた歌だと言います。そしてこの和歌は歌人の梅内美香子さんや京都大学の永田和弘名誉教授が絶賛していたそうです。2024年の歌会始めの儀も一昨年や昨年と同様学業を優先されるとのことで、ご出席はされなかったものの、素晴らしい和歌を寄せられていました。幾年の敵時代を乗り越えて、和歌の言葉は我に響きぬと読まれたのです。災害や戦など様々な苦難を乗り越え、長い時を経ても心に響く和歌の素晴らしさを読まれたのが伝わってきますね。一方、雅子さまは愛娘愛子さまのことを和歌にしたためていました。雅子さまは広島を初めて扉して平和への深き思いを阿子は綴れりと読まれたのです。この和歌は先述で紹介した愛子さまの作文平和への願いを雅子さまが思い出されて読まれた和歌になります。お母様である雅子さまは常に愛子さまのことを思っており、ことあるごとに我が子の姿を思い起こしているでしょう。自分の愛する和歌を題材にした愛子さまの素晴らしい感性と、母親ならではの視点で豊かな愛情と共に綴る愛子さまの和歌は瞬く間に国民の心を魅了したのです。なお、2024年の歌会始めの儀のお題は和であり、国内外から1万5000首余りの短歌が寄せられました。そして最年少の入選者は高校2年生の女性だったそうです。このような若い人たちはやはり愛子様のお姿から刺激を受け、和歌への関心が高まったのではないでしょうか。今後、一人でも多くの若い人たちが和歌へ興味を持つことを願わずにはいられません。今回ご紹介したことについて、海外から多くの反応が寄せられているので、その一部をご紹介します。マルチな才能を持っている愛子様は、とても素敵な人だね。8歳で、あのような言葉を母に書くことができるなんて、驚きだよ。やはり、愛子様は特別なお方だ。雅子様へ向けた作文は、涙が出るぐらい感動したよ。それだけでなく、平和を願った作文も、素晴らしすぎて言葉が出ない。愛子様はご両親の良いところをそのまま受け継いでいる。本当に素敵な女性。やはり素晴らしいご両親に育てられたからこそ、今の愛子様がある。このまま笑顔で過ごせるように祈ってるよ。といった声が寄せられました。愛子様は文才を持っているだけでなく、生まれ持った気品と苦難を乗り越えてきた格別の強さがあり、国民を魅了する魅力を持っています。先日愛子様は大学卒業後日本赤十字社に就職し、嘱託職員として働く予定であることが宮内庁から発表されました。そして卒業後は皇室活動を本格化されるとのことです。
文学に限らず我々国民がまだ知らない才能でご活躍されることを楽しみにしています。私はお母様とお父様の子供に生まれ世界で一番幸せです。この言葉は利宮愛子様が8歳の時に皇后陛下雅子様に綴られた詩です。愛子様は小学生の頃いじめにより通学に不安を持たれ不規則な登校が続いた時期がありました。雅子様も民間から皇室へと環境の変化や周囲の期待に苦しむ中で愛子様をご出産されて間もなく療養を余儀なくされました。しかし天皇陛下の支えもありお二人はこれまで数々の苦悩や試練を乗り越えてこられました。愛子様は成年皇族として気品あふれる堂々としたお姿で公の場に立たれ皇后陛下となられた雅子様もご公務に復帰されました。そんな幾多の難局を乗り越えてこられたお二人の力強さの裏にはこれまで語られることのなかった親子の強い絆がありました。今回は愛子様が8歳の時に雅子様にお送りになった詩の内容を中心に深い親子の絆をご紹介します。2001年にご誕生された愛子様はその自由奔放なお姿と愛らしい笑顔で国民を魅了してきました。そんな愛子様が学習院初等科に通っていた頃母の日にちなんで作成されたカーネーションという詩集の中にお母様という詩が掲載されています。この詩は当時まだ8歳だった愛子様が書かれたもので命を与えてくれた全ての人への感謝の気持ちが綴られています。生まれた時私を抱きしめてくれたお母様へ私は8歳になりました。16歳まで半分になりました。生まれた時のことは覚えていないけれどお母様とお父様に出会うまでおじい様おばあ様ひいおじい様ひいおばあ様誰か一人でもいなければ私は生まれませんでした。そう考えると命をつなげてくれた全ての人に感謝を伝えたくなりました。これから大人になっていくまで雨の日も雪の日も曇りの日もあるでしょう。でもきっとお母様といつも一緒です。いつだったかママではなくお母様と呼ぶようになりました。ふと見るとお母様は少し寂しそうでした。たくさん泣いて文句を言ってお母様を困らせたことやごめんなさいが素直に言えなかったこともありました。だけどいつもそばにいてくれたお母様、怒った顔も笑っている顔も泣いている顔もどんなお母様も大好きだから私はお母様が私のお母様で本当に良かったと思います。だから見えない旅路もいつもそのままのお母様を見守りたいと思います。だけどいつかはきっと離れていく日が来るでしょう。だからお母様、産んでくれてありがとう、出会ってくれてありがとう、育ててくれてありがとう、そして愛してくれてありがとう。私はお母様とお父様の子供に生まれ世界で一番幸せです。以上、愛子様が雅子様に綴られた詩の全文です。この詩では雅子様に対する過去の反省や感謝の気持ちがまっすぐに伝えられています。雅子様への感謝の言葉とともに詩の末尾にはお母様とお父様の子供に生まれ世界で一番幸せですという愛情に満ちたメッセージで締めくくられています。療養に苦悩されておられた雅子様はきっと胸がいっぱいになられたことでしょう。愛子様の詩では雅子様に対する感謝の気持ちだけではなく将来の別れについても言及されています。驚くべきことは当時8歳であった愛子様がこれほど深い感受性を持っておられたことです。選択された言葉の一つ一つに8歳とは思えない豊かな想像力を感じます。天皇皇后両陛下は愛子様が幼い頃から絵本の読み聞かせをされたり会話をされておられたといいます。天皇皇后両陛下が愛子様をご懐妊されたのはご成婚から8年後のことでした。2001年に愛子様が誕生された際雅子様はお言葉を述べられ無事に出産できました時にはほっといたしますと同時に初めて私の胸元に連れてこられる生まれたての子供の姿を見て本当に生まれてきてくれてありがとうという気持ちでいっぱいになりました。今でもその光景ははっきりと目に焼き付いております。生命の誕生、初めてお腹の中に小さな生命が宿って育まれてそして時が満ちると持てるだけの力を持って誕生してくる。
そして外の世界での営みを始めるということは、なんて神秘的で素晴らしいことなのかということを実感いたしました。また、生まれたての子供の生きる力というのを目の当たりにいたしまして、子供っていうのは変な言い方ですけれども、本当に生きるために、そして親に愛されるべくして生まれてくるんだということを強く感じました。と、愛子様のご誕生を大変慈しまれておられました。2004年には、ご一家のホームビデオが公開され、愛情を注がれて、健やかに成長されている愛子様のご様子が収められていました。こうした映像や写真が公開されるたびに、メディアで取り上げられ、愛子様の愛おしい成長ぶりとともに、映像に映り込んだ絵本が話題となりましたよね。1歳の誕生日に公開された写真には、いないいないばあ遊び、ぐりとぐらのあいうえお、や、みんなでね、などの絵本が映り込んでいました。また、2歳の誕生日には、雅子様が、後ろにいるのだあれ、を読み聞かせをしている映像が、公開されました。2歳8ヶ月になられた愛子様は、うずらちゃんのかくれんぼという絵本をカメラに向けられ、もういいかい、まだだよ、どこに隠れたのかな、と、可愛らしい声で音読されていました。そして、パパも、と、天皇陛下に呼びかけられ、天皇陛下が、おーい、森蔵、声を聞かせてくれよ、と、お答えになっていました。その後、お二人で何度か会話をされて、愛子様が、おしまい、と絵本を閉じたところで、ホームビデオは終了しています。これらの絵本は、たちまち話題となり、人気が上昇したといいます。さらに、世界的に有名な、エリック・カールの著書、腹ペコ青虫の劇を天皇陛下がご鑑賞された際、うちの子もこの本が大好きなんですよ、とおっしゃっていたそうです。このようにご一家は絵本を通じて楽しいひとときを過ごしていたそうです。そうした観点からも自然に会話が生まれる絵本や動物が出てくる絵本を選ばれていたといいます。絵本を通じたコミュニケーションが愛子様の感性と創造性を豊かにしたのではないかとも言われています。一般的に赤ちゃんは両親の声かけで情緒が豊かになると言いますが、言葉を獲得する前の赤ちゃんとのコミュニケーションには誰もが苦労するものでしょう。そうした難しさがある中でコミュニケーションは大変重要だと言われています。月齢の低い赤ちゃんでも近くにいる親や保育者の顔をよく見ていることが発達心理学の研究実験で証明されています。例えば、スティルフェイス実験、無表情実験というものがあります。これは、お母さんが突然無表情になり、5分間何の反応も示さなかった場合、赤ちゃんはどのように反応するかという実験です。つい先ほどまでニコニコしていたお母さんが、突然無表情になって反応しなくなると、赤ちゃんはお母さんの顔に手を伸ばして触ったり、泣き出したり、どんどん不機嫌になるという実験結果が示されています。このように、まだ話ができなくても、言葉が分かっていないようでも、赤ちゃんは、親や保育者の様子を受け止めて、同時に様々な方法で、自分の気持ちを表現し、発信していることが明らかになっているのです。愛子様も、絵本を通して、天皇皇后両陛下から、多くの言葉を学び、成長されたことでしょう。また、ご一家が式典や公務の際、ネクタイやスーツの色を合わせたお姿で、ご出席されることもありますよね。女性誌、ストーリーエブでは、皇后スタイルを確立する雅子様や、成年皇族の方々の装いを紹介する連載がされるほど、その上品な装いに注目が集まっています。天皇ご一家は、普段から会話が多いことでも知られており、報道陣が入らない場面でも、リンクコーディネートをされているようです。ご一家でのリンクコーディネートは、やはりコミュニケーションを密にとっているからこそできるものなのでしょう。愛子様は、ご一家とのコミュニケーションを通して、深い感受性をお備えになられたのかもしれません。雅子様も同じく、お母様である、小和田由美子さんに絵本を読み聞かせてもらい、コミュニケーションを取られていたようです。雅子様のお父様が、外交官として勤務されていたため、雅子様は幼少期を海外で過ごされていました。由美子さんは日本語の絵本や童話を寝る前に雅子様に読み聞かせていたそうです。特に雅子様はフランダースの犬を気に入られていたようで、ネロとパトラッシュが天に昇るシーンでは、その度に涙ぐまれていたとのエピソードが残っています。
天皇陛下も同様に、幼少期には上皇后美智子さまが日本の古典や英語の詩を読み聞かせていらっしゃったそうです。美智子さまは言葉を理解させることよりも言葉の美しさやリズムを感じ取ってもらいたいと願っていたといいます。そうして健やかに成長しておられた愛子さまですが、2010年に学習院初等科への不登校が報道されました。実際には不登校ではなく、通学への不安から腹痛などの体調不良を訴えられていたそうです。原因はいじめとされ、愛子さまの不安を少しでも和らげようと、雅子さまが登下校に付き添われるようになりました。それに対して世間からは、甘やかしすぎ、プライベート優先、などと心ない非難が浴びせられました。それでも雅子さまは以降1年7ヶ月にわたって愛子さまの通学に付き添い見守ってこられました。雅子さまはこの付き添いのご意向について後の会見で皇太子殿下とご相談をしながらどうすれば愛子が安心して学校に通うことができるようになるか、そのために親として何をしてあげられるのか日々考え力を尽くしてまいりました。学校とも相談を重ねてまいりましたが、愛子の学校への付き添いは、与えられた状況の中で、唯一取れる可能性として続けてきたものでした。と当時、皇太子であった天皇陛下とご相談され、愛子様を信じて、添い遂げるという選択をしたと説明しておられます。そうした雅子様の、献身的なお力添えが支えとなり、以降写真撮影の場で笑顔を見せられたり、運動会でご活躍されるなど、美しくご成長されました。困難を乗り越えられた愛子様が、中等科の卒業記念文集に寄せた文章も話題となりました。世界の平和を願ってと、題された文章には、広島の原爆ドームを訪れた時の思いが、赤裸々に綴られています。原爆ドームを目の前にした私は、突然足が動かなくなった。まるで71年前の8月6日、その日、その場に自分がいるように思えた。ドーム型の鉄骨と外壁の一部だけが今も残っている原爆ドーム。写真で見たことはあったが、ここまで悲惨な状態であることに衝撃を受けた。平和記念資料館には、焼け焦げた姿で亡くなっている子供が抱えていたお弁当箱、熱線や放射能による人体への被害、後遺症など様々な展示があった。これが実際に起きたことなのか、と私は目を疑った。平常心で見ることはできなかった。そして何よりも原爆が何十万人という人の命を奪ったことに、怒りと悲しみを覚えた。命が助かっても、家族を失い、支えてくれる人も失い、生きていく希望も失い、人々はどのような気持ちで毎日を過ごしていたのだろうか。私には想像もつかなかった。と、原爆ドームを目にした時の心中が語られており、被災者や残された遺族への深い悲しみに寄り添われました。さらに、日常の生活一つ一つ、他の人からの親切一つ一つに感謝し、他人を思いやることから平和は始まるのではないだろうか。そして、唯一の被爆国に生まれた私たち日本人は、自分の目で見て、感じたことを世界に広く発信していく必要があると思う。平和は人任せにするものではなく、一人一人の思いや責任ある行動で築き上げていくものだから、と世界平和への強いお気持ちを示されています。文章の節々から愛子様の真摯で力強い平和への思いが伝わってくるのではないでしょうか。この文章を通して愛子様の優れた日本語力や文章の構成力、そして豊かな感受性が注目されました。また愛子さまは高校2年生の夏にイギリスの名門イートン校のサマースクールに参加されました。2022年歌会始めに参加された愛子さまはこの時のお気持ちを和歌にされました。英国の学び者に立つ、時迎え、開かれ染むる、世界への窓、と素直なお気持ちを歌っておられます。愛子様がサマースクールに向かう際の高揚感が伝わってきますね。また愛子様は、その優れた日本語能力に加えて、英語やスペイン語も堪能であると言います。雅子様と1日12時間も英語でコミュニケーションを取ることもあったそうです。また、6歳ですでにスペイン語のレッスンを受け、大学入学後もスペイン語を学ばれています。天皇陛下もスペイン語を学ばれており、同じ単語帳を使用して勉強されていたそうです。
スペイン語は世界各国で広く使われており、話者は5億1600万人と、英語、中国語に次いで多い言語です。スペイン語を公用語とする国はスペインのほか、アルゼンチンやチリなど20カ国にも及び、ラテンアメリカ地域では共通語となっています。日本の皇室がこれまで力を入れてこられた国際親善において、多言語での良好なコミュニケーションは、有効な関係構築の一助となっていたことでしょう。愛子さまは、海外の要人が、東宮御所を訪れた際に、賓格の接遇を行うなどして、幼少期から接遇を学ばれてきました。今後、国際舞台において、英語とスペイン語を駆使した愛子さまのご活躍が、ますます期待されています。これまで新型コロナウイルス感染症蔓延の影響や学業の優先を理由として公の場でお見かけすることは多くありませんでしたが、最近では天皇皇后両陛下と共にご公務に出席される機会が増えています。2024年2月、愛子さまはケニア大統領夫妻との昼食会にご出席されました。その際、愛子さまはケニアの公用語であるスワヒリ語で挨拶されたといいます。以降の昼食会の場では、ほとんど通訳を介さずに、ケニアの女性官僚と英語でコミュニケーションを取られているお姿が報道されました。ぜひ、ケニアに来てください、と招かれると、愛子さまは礼儀正しく感謝の意を示し、ありがとうございます、と返答していたそうです。愛子さまは2024年に学習院大学を卒業された後の進路について、日本赤十字社への就職を選択されたことを公表しました。今後は嘱託職員としての業務とご公務を並行して行われるそうです。愛子さまはこれまで単独でのご公務の経験がないこともあり、今後単独でのご公務に注目が集まっています。愛子さまは盲導犬育成活動や日本文学や伝統芸能といった分野に関心を寄せられていらっしゃるそうです。ご卒業された学習院大学では、日本語日本文学科に在籍され、日本古典、源氏物語が研究対象の一つになっていたそうです。2024年からは、大河ドラマ、光る君へ、で、源氏物語が扱われていることで、注目されていますよね。源氏物語は、千年前にも遡る平安時代中頃に、紫式部が創作した、全54巻にわたる、超大作小説です。長編小説では日本最古と言われており、日本の教科書に載ることも多い作品です。大河ドラマ光る君へに関連して、各地で源氏物語の展示会なども予定されているといいます。そういった展示に愛子さまがご参加される機会もあるかもしれませんね。8歳で雅子さまに感謝の気持ちを綴られて約14年、人見知りで引っ込み思案であった愛子さまが、美しく聡明な青年皇族になられました。その凛とした優美なお姿に感動した人も多いのではないでしょうか。今後、本格的にご公務に取り組まれる愛子様に、さらなる期待が寄せられています。このエピソードに関して、海外からたくさんの声が寄せられていますので、その一部をご紹介します。愛情あふれる詩で心温まる文章に、涙がこぼれます。これだけまっすぐなお気持ちはどこから学べるのでしょうか。天皇ご一家の話題は嬉しいです。日本の国民が幸せであることを祈ります。文章には愛子さまの素晴らしい表現力に感動しました。どうしたら8歳でこれほど素晴らしい文章を書くことができるのでしょうか。愛子さまは類稀な才能をお持ちですね。あまり公の場に出ないことが気になります。これからの活躍が楽しみです。両親の愛情が子供の成長にどれほど大きな影響を与えるかが伝わるエピソードですね。愛子さまの心の清らかさや素直なお心が感じられました。この詩には両親への深い愛情と感謝が綴られ、また語彙力や想像力の豊かさが伺えますね。愛子さまが綴られたこの詩は、雅子さまとの深い絆を象徴するものとして、海外からも多くの称賛の声が上がっています。これまで幾多の困難に直面しながら、ご両親に支えられ、乗り越えてこられた愛子さまは、今後、様々な分野でご活躍されることでしょう。そんな愛子さまは、日本赤十字社に就職されることが決まっています。これは、公務との関係を優先したいという、愛子さまの意思と、人々や社会に貢献したいといった理由があるようです。
きっと愛すべき母の雅子様の後押しや影響もあったことでしょう。愛子様のこの進路選択は皇族としての活動を重視しているのです。成年皇族として格別の輝きと気品をまとっておられる愛子様から今後も目が離せませんね。今回はここまでです。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。皆さんの意見や感想もコメント欄でお待ちしております。そして皆さんの応援が励みになります。また次の動画でお会いしましょう。